ついにだから朝日新聞の記者の中にも行間が読めねえやつらがいっぱいいるってことですよ。行間背景を理解するためには知識と教養がないとできないわけですよ。だけど知識と教養なんかないじゃないですか、そういう人たちって。それはやっぱりね、記者の質が落ちてきてるんですよ。今ね、俺大卒で朝日新聞なんか入んないですよ。未来ないじゃないですか。まあ、でも本当数年前に朝日新聞、あの東大が新卒で一人も入らなかった有識事態だみたいなことはおっしゃって、なんか問題になってましたね。さすがの東大生も朝日はやばいって思いますよ。日本の中枢にいたと思ったら官僚も朝日新聞も東大生に、ね、嫌われていくとなると、まあ、だから有識事態なんですよ。